最後の敵になれて本当に幸せです。なんで笑うの？林原めぐみです。昨夜飲みすぎまして、おい威圧しとこうかなと思って、皆さんのことをね。まさかの最後の敵になれて本当に幸せです。今日は楽しんでってください。なんで笑うの？林原めぐみです。本日はこのゴールドのお衣装と、それから皆さん見えづらいかもしれませんが、目元も赤色でしょうか。はい、昨日夕べ飲みすぎまして、おい鉄板鉄板すいません、ね、すいません、ごめんなさい。はい、ちゃんと喋ります。いやいや、とんでもないです。赤く今日はコンタクトも入れていただく季節、はいね、なんか残ってるのがあったんで使いました、うん、ほら同じお揃いで、ね、目赤いから威圧しとこうかなと思って、皆さんのことをね皆さんのこと、公平も忘れずに、はい、気づいたらブレスレットをされてるかもしれないいい、はい、お気をつけくださいね、はい、皆さん、はい、ということなんですが、まあはい、最後の最大の敵という役どころで、はい、参加されてみていかがだったでしょうか。いや、もちろんセーラームーンは見てきた世代の方たちがたくさんいらっしゃる作品だっていうことは重々分かってますけども、私自身はやっぱりちょっとそんな一度ね関わらせてはもらってるんだけど、劇場で、でも多く関わってはいませんが、傍らにいてくれた作品ですし、90年代を走り抜けた自分のこう仕事の忙しさであったりとか、琴ちゃんの頑張りだったりとか、なんか私が直接演じたわけではないですけど、収録していた今はなきタバックとかね、スタジオとか、いろいろそのセーラームーンというワードで皆さんが思い出す、景色が10人十色100人100色のように、私の中にも景色があるの でこの30年近く、まあ、皆さんを支えてきた作品の最後の、まあね、セーラー戦士として、まあ、戦うにあたり、まあ、存分に楽しませてもらおうかなと。で、存分に楽しませていただきました、はい、皆さん伝わってますよね、はい、ありがとうございます。戦え、この私と、たくさんの私の仲間たちよ、どうか私に力を貸して。セーラームーン、セーラームーン、セーラームーン劇場版美少女戦士セーラームーン